どうだ？何か分かったか？何もない？期待してたのに。何か勘違いしてるのかな？方法の問題だ。幸運期に元素資格を使っても意味はない。動作のエネルギーが元素ではないからだ。俺が試してみよう。完了だ。あ、これはアビスの使徒がずっと探していた最古の幸運期の目だ。今まだ残っている遺跡周囲は全てこのプロトタイプのレプリカ。その戦闘力は計り知れない。プロトタイプ？難しい単語だな。カンルイヤの用語か？アビス教団の思惑通り、目を汚れた逆さ心臓の手に置けば、渦の魔人オセルの死体をつなぎ、機械魔人を創造することで、天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができる。はあ。じゃあこの目はどうするんだ？いや、俺が保管する。それを使って悪いことを企んでたりしないよな。疑いたければ好きにしろ。俺はその力が利用されないために確保する必要がある。他の場所に隠しても見つかる。教会も信用できない。おう。それだけではない。不安要素を残さないよう、あの汚れた逆さ心臓を処理しておく必要がある。教会に介入させるつもりはない。俺たちだけで終わらせる。処理とはつまり破壊することだ。破壊？あの七天神像を？価値のある文化物だぞ。本物の神が、バーバラが知ったら今度こそ失神するぞ。七神のものを俺が守る義務があるのか。あの遺跡へ戻って逆さの心臓を破壊する。それに運が良ければアビスの使徒とも会える。俺がいれば今度こそ奴は逃げられない。みたいに勇敢な冒険者はテイワット大陸でも希少だと思うぞ。あの不気味な心臓を見つけるには前に逃げてきた道をたどっていけばいいはずだよな。よし、じゃあ出発しよう。警戒は解くなよ。どうやら着いたようだな。海、水体、実に不快な部屋だ。貴様の言う不気味の意味が理解できた。やっぱり怖い。気をつけろ。汚れた逆さ心臓に汚されるな。アビスの使徒もここにいる。やはり勘が鋭い。相変わらずしつこいな。教団の敵、ダインスレイブよ。その体から漂う恐ろしい血生臭さ。漆黒の悪夢からのものか、それとも。なるほど。実に危険だ。この腐敗の匂い、
よく知っている。どうやらお前も我々と同じ危険なものであるようだ。しかし教団以外の危険は檻に閉ざされているはず。ち、その下腐敗しきっているようだな。切り落とす。世界は必ず燃え盛る。私の敵。ホタル。これは言わなきゃいけないことなの、ソラ。ダインと一緒に私を、アビスを阻止しないで。その人、ダインスレイブは、最後のカーンルイヤ宮廷親衛隊、末光の剣。500年前、彼はカーンルイヤの滅亡を阻止できなかった。その時に不死の呪いをかけられ、荒野をさまよった。彼が守ろうとした民が、アビスの怪物になるのを見ながら。ダインが、カーンルイヤ人だって？ 500 年前に滅びた、あの、カーンルイヤ人？それに、民が怪物になるって。今のアビス教団は、カーンルイヤと関係があるどころか、カーンルイヤの移民だったのか？ダインはお前の敵って、何が何だかわからないぞ！いえ。うん。もちろん、空がいる場所が家だよ。でも私は、まだ空と次の世界に行けない。少なくとも今は、できない。アビスがカムクラを下す前に、まだ、天理との戦いが残ってる。聞いて、ソラ。私はすでに一度旅をした。だから、ソラも私と同じように終点にたどり着けば、この世界の淀みを見届けることができる。私たちはいずれ再会する。急ぐことはないよ、ソラ。待つだけの時間が十分にある。私たちには十分時間がある。きっとまた会えるぞ。いい方に考えよう。
だよな。ああ、でもあいつらが話してたこと難しかったよな。全部理解できたか？そっか。じゃあもう一回整理しようぜ。まずはあのアビスの使徒、お前の妹さんを姫様って呼んでた。お前の妹さんはアビス教団を率いてて、アビスの使徒よりも地位が高いってことだな。一番高いかどうかはわからないけど。それとお前の妹さんが鎌倉を下し天理と戦うのが目的だって言ってたけど、どういう意味なんだろう。七神と七国を滅ぼすってことなのか。あとアビス教団の怪物はカーン・ルイエの民が歪んでできた化け物だった。これは恐ろしいことだぞ。ダインはカーン・ルイヤ人で500年前に全てを経験した。でも怪物にはなってなくて、500年経った今ではアビス教団と対峙している。それってお前の妹さんが言ってたダインは私の敵って意味だよな。でもアビス教団の怪物が当時のダインが守ろうとした民なら、どうしてダインはアビス教団と敵対してるんだ？それに一緒に探してた妹さんもどうしてアビス教団に協力してるんだろう。おう、そうだな。ひとまず元気出していこうぜ。オイラたちの旅は終わってない。出発しよう。こんな嫌な場所から出て、日差しの差す明るい地上へ。お前の妹さんが終点にたどり着けって言うなら、たどり着いてやろうぜ。旅人、一緒に行こう。